私結構小さい時からいろんなところ転々としてて、なんかここで育ったって場所特にないんですよね。それもいいかもしれませんね。本当にそう思ってます。お疲れです。熱が出ているうちは生きてる証拠よ。ほら、結局今回も肺がなくなったでしょ。ったく、何も残ってない。ティジ、生きてるの？天秤座の皆さん、追い風の不安モードの灰色が出ています。ラッキースポットはお風呂、ラッキーフードは焼きそば、行きがけに四つ葉のクローバーを探してみる。そういう時間を持てば変わっていくはず。今あなたは自分の現状を変えようとしている。でも大事なことも忘れていませんか？これって映画？